山本周五郎作「小説と事実」。今度劇化される「今地馬の日」が雑誌に掲載された時、ある女流評論家が「こんな現代離れのした話は興ざめであり信じがたい」というふうに仰せられた。何を隠そう、この話の骨子は私の住居のすぐ近くで昭和30年以来現になお進行している出来事なのであり、登場人物のうち豆腐屋の若夫婦や出て行った家付き娘などは健在しているのである。もともと私の小説は一部の批評家から古風な義理人情というレッテルをよく貼られたものだ。私から見ると、一部の批評家や先に引いた女流評論家諸賢は、富裕な家に生まれ、大学に学び、社会の中産階級以上の生活しか経験しておられない。つまり、各自の経験が社会観、人生観の根底となっているので、貧しい庶民たちがどんな生活をしているか、彼らの日常がどんな感情で支えられているか、ご存じないばかりでなく素人もなさらない。こういう諸賢が古風な義理人情と一蹴する生活倫理や隣人関係は、今なおそのまま生きているし、それらによって貧しい庶民たちの生活が支えられているのである。これはもちろん抗議でも自己弁護でもない。この今地牛の日が非難されたのは、主題が非現実的なのではなく、小説作者として私の腕前が未熟だったというのが真の理由だったかもしれないのである。劇化される場合にも、この点に一つの要があるのではないか。すなわち、古風な義理人情というレッテルを貼られないような芝居。小説では多分作者が未熟であったために表現しきれなかったものを表現する。そういうものになるかどうかに問題があると思う。私は春秋座の旗揚げ興行で勘右衛門君が好きになり、全身座になってからはこの劇団のファンであった。新劇の方は詳しくないが、歌舞伎界では全身座が最も合理的な機構と見事な団結によって芝居の本質的な美と楽しさと喜びを作り出している。古典保存ということがしばしば論じられるけれども、書画骨董や建築物とは違って人間の演ずる芝居では古典をそのまま引き写しにしても意味はない。源氏物語が幾度か現代訳されるように、古典劇も現代訳され、今日に生きる工夫がなされなければならないだろう。それにもまた全身座は最も良き条件を備えているし、劇団員諸君の情熱と団結力とが成果を上げていくものと思う。饒舌他者